皆さんこんにちは。 IT ビジネスアナリストの深田萌恵です。今回は日本航空機の事故はアメリカ政府によるトロン潰しだったのか、いやいや犯人は孫正義先生ですよ、ということについてお送りしたいと思います。その前にいつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして通知設定、ベルマークチーンってお願いします。はい、今回何かというとですね、よく、コメント欄なんかでも、トロンのこと話されないんですかっていう書き込みがあったので、前から話さないといけないなと思っていたんですけれども、日の丸 OS のトロンですね、日本人による日本人のためというか、世界の皆さんのためのリアルタイム OS、オペレーションシステムとして、開発されたトロンと呼ばれるですね、日本のその OS がもともとあったんですけれども、もちろん今もありますけれども、ね、それがですね、そのパソコン用としては普及しなかったんですが、その家電などの、そのね、組み込み用リアルタイム OS としては、かなり普及をしていて、まあ今でも多くの企業がご利用に なられているんですけれども、その、国産 OS、これがパソコンの世界を席巻することなく、なぜ消えていったのか、なぜマイクロソフト、Windows に席巻されていったのかということについて、よくその日航機の事故について挙げられるんですよね。その日本、1985年に起こった日本航空機の事故の中に、その16、7名のその松下電器さんの社員がいらっしゃって、その人たちが全員そのトロンの開発者だったんだみたいな、そういう説が流れているんですけれども、ちょっとそれがですね、どうも違うようで、そのある人のそのブログをちょっと見てみるとですね、この事故を起こした日航機に乗っている松下系企業の社員一覧を見るとですね、確かにその16名ほどいらっしゃるんですよね。で、その方々たちはよく見ると、その、決してそのトロンとかね、そういうOS 開発をしているようには見えないような、人たちの方が多くてですね、この、まあ、システムエンジニアリング本部課長、どうかなっていうところですよね。で、まあ、松下電工東京支店、ちょっと違うかな。松下電機ゼネラルオーディオ事業部。まあ、これは確実に違いますよね。で、ね。で、松下電機貿易総合企画室長、東京出張の帰り。松下電機貿易自動車、ね。九州特急営業事務所、営業所ですね。松下電機製品開発業部。ね。こっちは調理事業部。で、この二人の社員、この三人は、三人帰ってきたという、こういう感じなんですけれども、こう見てみるとですね、こう、OS を開発しているとは必ずしも言えないかなという、そういう部署の方が多くてですね、まあ、システムエンジニアリングもちょっと違うかなって思います。で、まあ、ね、これだけだと、まあ、ほとんどの人は、コンピューターの、その、開発とは、ちょっと、違う部署にいらっしゃるように見えるので、この日航機の事故で、このトロンがダメになった説っていうのは、ちょっと、もしかしたら違うかもしれないなというふうに、私はちょっと思いました。逆にですね、最近その、トロンの開発者である、そのね、坂村健さんですね。その方がですね、こう、非常にこう、孫正義のことについて、ついにこう、文句を言っているんですけれども、そのね、きっかけとなったのが、まあ、孫正義、起業の若き志士というですね、こういうちょっと若い時の孫さんですね、の、この本があるんですけれども、この本で結構ね、とんでもないことが書かれてるんですよ。とんでもないことが書かれていて、それはですね、このトロンがね、1980年代にトロンが、まあ、国産の、OS、日の丸 OS として、
通産省がですね、推進をしていたんですよね。その推進をしているときに、なんとこの孫正義はですね、日本にパソコンを普及させるために、なんか、細川護熙と1987年に義務教育にパソコンを導入しようというふうに動いてたんですよ。それが1987年、熊本県で起こったことだったんですけれども、まあ私もちょっと覚えてるんですが、私は78年生まれで、確かね、卒業したのが、何年だったかな、多分89年の2年後だから91年ぐらいだと思うんですけれども、まあ、その、私が卒業する年にですね、小学校にコンピュータールームっていうのができて、コンピューターが小学校にダーって並んでたんですよ。私はそれを見て、もう学校を卒業したら、まあ、大人になったらすぐにパソコンを買って、すぐにコンピューターの勉強をしないと、自分は小学校を出る時点でコンピューターを触ったことがないけど、自分より一つ下の子はみんなコンピューターを勉強してくるわけだから、もう社会に出た瞬間から自分の価値は下がる。自分の価値は、その次の年に卒業してくる子よりも、労働者としての価値は低いということに気がついてですね、そのコンピュータールームを見た瞬間に私はコンピューター、パソコンの勉強をしようというふうに決意したんですけれども、どうも、義務教育にパソコンを導入しようとして動いていたのが、孫正義だったみたいなね。そういう話がちょっと書いてあるんですよ。で、この孫正義はですね、細川護熙と、パソコンを導入する、義務教育にパソコンを導入するということを推進していた一方で、当時のコンピューター開発センターはですね、オペレーションシステムはトロンにしましょうという話を進めていたみたいなんですよ。それを聞いた孫正義はですね、とんでもないと。ね、この日の丸 OS、ね、トロン協議会を作ってトロンを推進するなんて、ありえない。この1984年に東大理学部助教授の坂村健さんが提唱したトロン構想を日本は推進している。この日の丸 OS、日の丸 OS、この名称も良くない。日の丸 OS なんてね、名称は排他的で海外の人には絶対受け入れられないし、このトロンの存在が日本を世界から孤立させ、日本を滅ぼす。日本の遅れているコンピューター産業がますます遅れるんだというふうにここで、書かれているわけなんですよ。で、もう彼、孫正義はですね、とにかくトロンは日本を破壊するんだ。トロンがあることで日本は世界のコンピューター産業から遅れるんだって言っていてですね、お前嘘つくんじゃねえよみたいなことを平気で言ってるんですよね。で、そもそも日の丸という言葉は別に排他的な名前ではないですし、トロンは今でもですね、世界のいろんな家電とか、その産業用のマシンの組み込みリアルタイム OS として愛されてますし、そして1980年代の後半といえばですね、日本はコンピューター産業で遅れているどころか、半導体でもうアメリカがこの日本を何とかしてやりたいと思うぐらい、半導体最強に強かった。そしてコンピューターの開発も強かったわけなんですよね。まあ、そういうその日本のその現実実力を全く無視した、事実と異なることをですね、こう、吹聴して回って いたのが、まあ、当時の孫さんなんですけれども、彼のこのね、著書の291ページにですね、トロン蔓延を水際で阻止っていう項目があって、なんと孫さん、自分がトロンを潰した犯人だということを自白しているわけなんですよ。で、孫さんはですね、この当時、1989年に、パソナの南部康幸さん、水野正人さんと勉強会を開催して、ソニーの森田会長と稲森和夫さんを講師にして、勉強会を開いていたと。そしてその勉強会の時に森田さんに向かって、日本の国益を守るべき通産省が海外のコンピューターを締め出そうとして、ね、日本の国益を潰そうとしているんだみたいなことを言ってるんですよ。いやいや
にね、それがトロンなんだって言ってて、いや、トロンを守るっていうことが、まあ、本来のその日本の国有権を守るっていうことで正しいんだけれども、まあ、どうもその孫さんはですね、トロンを守ることが、その日本の国益を損じて、ね、日本を鎖国して、マイクロソフトを追い出そうとしてるんだみたいなことをね、言ってるわけなんですよ。ところが、こんななんか、まあ、なんていうの、デタラメみたいな話をですね、森田さんは、なるほど、それは大変だねって、日本を救うために何とかしないといけないねと言って、経団連に働きかけ、通産省とともにトロン潰しに奔走をしたと。そして、1989年に USTR、アメリカの通商ですね。アメリカの通商がなんと、そのタイミングで貿易障壁報告書を発表して、その中にトロンが含まれていたと。その情報を孫正義は先に知っていたから、ね、その話をみんなにしたんだけれども、メディアの報道で通産省は真っ青になったんだということを彼はこう自慢げに語ってるんですけれど、なんだろう。これね、日米半導体協定の時と同じ匂いがするっていうか、自分たちで仕掛けてるわけなんですよね。自分たちでアメリカの、ね、ワシントン DC のシンクタンクなんかにですね、ロビングをして、日本は危険な国だっていうことを言ってですね、日本を潰さないといけないということを言って、自分たちがね、半導体の受け皿になりますみたいなことを売り込んでいる台湾チームがいてですね、それと同じように、そして日米半導体協定が結ばれた途端に台湾と韓国がね、漁夫の利で自分たちに技術を移転してもらってビジネスが自動的に自分たちのものになる。日本を通過して台湾と韓国に半導体ビジネスがこう二手に流れるようになって自分たちは儲かってしめしめ日本叩いて自分たち儲かってしめしめと思っていたと。それと同時に日本製の OS トロンもですね、その台湾の石膏財閥のフロント企業をやってるそのソフトバンクの孫さんがですね、トロンを潰して回っていると。そしてそれと同時にアメリカの方で、貿易障壁報告書が出るっていうね、こういうな偶然があって、いや、これ絶対に偶然じゃないですよねと、あなたたち仕掛けてますよねっていうふうに思われてもちょっと、まあ、おかしくないんじゃないのかなというふうに私は思いました。ということで、この坂村健さんはですね、そのトロンの開発者なんだけれども、この孫正義にそのトロンのね、トロンプロジェクトを潰されたっていうこと、非常にこう憤慨されています。まあ、それもちろんそうですよ。その国産の OS があったら、まあ日本はね、まあね、コンピューター産業でも、そのスパコンでも、もうずっとずっとね、周囲っていうかね、かなりそのトップクラスを走れるだろうし、そしてその OS があって、その OS を生かすための半導体チップを作るっていうことも、そういう流れになっていれば、今、その日本がですね、この半導体産業ね、シェアが半導体チップのね、世界シェアの中で、もう非常に低いシェアしか取れていないなんてことはなかったというふうにも考えられると思うんですよ。そういうふうに考えると、じゃあ結局日本の半導体産業、そしてコンピューター産業を潰したのは、このファーウェイのね、ファーウェイを中心とした、まあ、TSMC とか SMIC とかね、ソフトバンクとか、そういう石膏財閥の皆さんで、まあ、台湾と、まあ、中国にて、トトを組んでる、この、そのね、中華グループの人たちなんじゃないのかなというふうに私は思いました。まあ、ということで、本日はですね、日航事故で、その、日本のトロンはダメになった、んだという説をですね、ちょっとそれは違うのではないんですかという、まあ、別の説を立てて、実際は、まあ、坂村健さんがおっしゃるように、孫正義さんがどうやら妨害をしたそうです。そしてそれになんか細田さんとかね、なんか絡んでるんだよな、経団連とか、ということが非常に残念だと思いました。ということで、本日の深田萌えテレビ、ご視聴いただきましてありがとうございました。明日も深田萌えテレビをよろしくお願いします。じゃあねー。